こんにちは。まず怖いほど当たる、ツインレイ鑑定についてご紹介していきます。私だけでなく、たくさんのツインレイを出会わせ、復縁まで導いている、都合で占い師が多数在籍する電話占いです。最近は占いも多くありますが、私が紹介する電話占いは、業界屈指の厳しい審査を行っており、本当に人気実力ともにある先生しか在籍することができません。でも本格的な占いが初めての方は不安になりますよね。そんな方のために初回キャンペーンとして私の概要欄にあるリンクから入ると特別20分無料や3000円分無料など多くの特典を用意していただきました。本物のツインレイと結ばれたい方はぜひ信頼できるプロの方に頼ってみてください。今日はツインレイと血液型の関係についてお話ししていきたいと思います。血液型でツインレイとの相性がわかるって本当？血液型別にツインレイとの関係性を深める方法を知りたい。そう思っている人もいるのではないでしょうか？この動画ではツインレイと血液型の関係性、そして血液型別に見たツインレイとの付き合い方について詳しく解説していきます。1. ツインレイと血液型の関係は、ツインレイは魂で深くつながった唯一無二の存在と言われています。その出会いは運命的なものであり、お互いの魂の成長を促す。重要な意味を持っています。では、血液型とツインレイの関係は、どのようなものなのでしょうか？血液型は、人の性格や行動パターンを、ある程度、予測できるものとして、古くから親しまれてきました。もちろん、血液型だけで、その人のすべてを判断することはできません。しかし、ツインレイとの関係においても、血液型からお互いの特徴や傾向を理解することで、より円滑なコミュニケーションや関係性を築くヒントを得られる可能性があります。2. ツインレイと血液型の相性。ここでは、それぞれの血液型の組み合わせが、ツインレイの関係にどのような影響を与えるのか、具体的に見ていきましょう。A 型×O 型のツインレイ。A 型と O 型のツインレイの組み合わせは相性が良い。A 型と O 型のツインレイの組み合わせは一般的に相性が良いと言われています。お互いを補完し合う関係。A 型は真面目で責任感が強く計画性があるタイプが多い一方、O 型はおおらかで柔軟性があり、人の懐に飛び込むのが得意なタイプが多いです。そのため、A 型のツインレイと O 型のツインレイが出会うと、お互いに足りない部分を補い合い、バランスの取れた関係を築くことができます。相反する性格を持つため、お互いに惹かれるところが多い。A 型は、O 型の持つ、おおらかさや、包容力に惹かれ、O 型は、A 型の持つ、真面目さや、誠実さに惹かれる傾向があります。このように、お互いにないものを持っているため、強い魅力を感じ、惹かれ合うのです。B 型×AB 型のツインレイ。B 型と AB 型のツインレイ同士は、頭の回転が速く、想像力に富む。B 型と AB 型のツインレイの組み合わせは、高い創造性と、個性的な感性を持ち合わせた刺激的な関係を築くことができるでしょう。それぞれのアイデアや目標を共有し合い、お互いに切磋琢磨できる関係。B 型は自由奔放で独創的なアイデアを生み出すのが得意なタイプが多い一方、AB 型は冷静沈着で客観的な視点から物事を分析するのが得意なタイプが多いです。そのため、B 型のツインレイと AB 型のツインレイが出会うと、お互いの発想力や行動力を刺激し合い、
新たな可能性を広げていくことができます。 3. 血液型別ツインレイとの関係で必要なこと。では、それぞれの血液型のツインレイとより良い関係を築くためにはどのようなことを心がければ良いのでしょうか。 A 型のツインレイの場合、 A 型のツインレイと関わる際は思慮深さが求められます。 A 型は真面目で責任感が強く、相手への思いやりを持っているのが特徴です。A 型のツインレイは、繊細で傷つきやすい一面も持っています。そのため、相手を思いやる気持ちを忘れずに、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。また、A 型のツインレイは、相手からの感謝の気持ちを大切にします。そのため、感謝の気持ちを伝えることを忘れずに、日頃から感謝の気持ちを言葉や態度で表現しましょう。自分自身を見つめ直し、相手を支える大切さを理解しましょう。B 型のツインレイの場合、B 型のツインレイとの関係には、自由さと柔軟性が必要。B 型のツインレイは、束縛されることを嫌うため、適度な距離感を保つことが大切です。また、B 型のツインレイは、変化を好むため、マンネリ化を避けるためにも、常に新鮮な気持ちで接するように心がけましょう。B 型は自己主張が強い、独自の考え方を持つ、相手の意見を尊重し、自己中心的にならずに受け入れることが大切。O 型のツインレイの場合、O 型のツインレイと関わる際に求められるのが、信頼と安定です。O 型は穏やかで他者を思いやる性格。相手を信じて支え合うことを意識して付き合いましょう。O 型のツインレイは裏切られることを嫌うため、誠実な態度で接することが大切です。また、O 型のツインレイは愛情深く相手を支えたいという気持ちが強いタイプが多いです。そのため、感謝の気持ちを伝え、相手を支えることを意識することで、より深い絆で結ばれるでしょう。AB 型のツインレイの場合、AB 型のツインレイとの関係には、バランス感覚が必要です。AB 型は、理性と感性を兼ね備えており、創造的な思考を得意とします。AB 型のツインレイは、一人でいることを好むため、適度な距離感を保ちつつ、心のつながりを大切にすることが重要です。また、AB 型のツインレイは、知的好奇心が旺盛なため、様々な話題を提供することで、関係性を深めることができるでしょう。お互いを認め合いながらも、共通点を探してみてください。今回は、ツインレイと血液型の関係について、詳しく解説しました。血液型は、あくまでも、一つの指標に過ぎません。しかし、血液型から、お互いの傾向を理解することで、ツインレイとの関係を、よりスムーズに、より良いものへと発展させて、いくことができるでしょう。この動画が、あなたとツインレイとの関係を、より一層豊かなものにするための、ヒントになれば幸いです。チャンネル登録&高評価をお願いします。